年寄りはな、長生きしてきた分あんたより英知恵もある。それにな、年やから物忘れもひどい。あんたに受けた相談、明日になったら忘れてるかも。もう絶対に暴力は振るわへん、約束する。信用できないわ。何やって？お父さんを許してくれ。昇君みたいな子供はまだどこかで。またどこかで。どこかでな。